キンプリの新体制アピールにファン離れ加速。脱退組が去った19時間後はあまりにそうすぎる。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。二人体制になったばかりのキング・アンドピスの長瀬恋24と高橋海人24。 23日新曲リリースとライブ、新番組について生配信で発表し、新体制での活動をアピールした。四角脱退翌日に CD 発売、ファンミーティングも、前日の22日をもってメンバーの平野市要26、岸優太27、神宮寺裕太25が脱退し、平野と神宮寺はジャニーズ事務所を退場。 悲しむファンに流せは、もう泣くな、泣くな、と呼びかけつつ、新たな活動を発表。6月21日に新曲、何者、の発売。7月2日に東京割焼ア,アリーナでファンミーティングの開催。キング・アンブズル。日本テレビ系の後継ぎ番組、キントレ・仮が7月1日からスタートする。 新曲は、高橋が主演するドラマ、だが、情熱はある、日テレ系の28日放送会から主題歌に起用。今まで主題歌だったシクストーンズへの主題歌、こっから、はエンディングからオープニング曲に変更され、ダブル主題歌に。ファンミーティングの会場は約1万5000人収容で2回公演で計算万人を動員する大規模なものである。 しかしそうすぎる新体制発表にネット上では、そうすぎ、19時間前に脱退したばかりなのに、という声も、芸能リポーターの川内天使氏がこう言う、5人体制が終わったばかりで心の整理がついていないところにいきなり新体制で花火を打ち上げられてもファンは動揺して、しまい逆に気持ちが離れてしまう、のでは。 脱退した翌日にすぐ次の予定を発表することは今までの活動が上書きされなかったことにされたかのように感じるファンもいる。ジャニーズ事務所は残留組への吉見大遇をアピールすることが最優先でファンが置き去りになっているばかりかむしろファンの気持ちを逆なでしている状態です。 今回の騒動で別のジャニーズタレントに乗り換えるタムフリだけでなく、ジャニーズ自体から離れる人も増えていると聞きます。まずはゆっくり二人体制でどんな風に活動していくのか、コンセプトを伝えることを先にした方が二人を温かく応援してもらえるし、ファンミーティングの動員も継続するのでは。金鶴のファンが離れてしまっては元も子もないはずだが、 平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。